5度はクロスプラットフォームかつオープンソースの 2D、3D ゲームエンジンである。現在の開発主体は5度エンジンコミュニティであるがオープンソース化によってそのような形態を取る前はラテンアメリカのいくつかの企業向けに開発、使用がなされていた。開発環境は Windows、MacOS、Linux、BSDKOS とハイクで動作し、 開発対象となるプラットフォームは PC、家庭用ゲーム機、携帯電話、ウェブと非常に多様なプラットフォーム上で動作するように設計されている。5度は統合ゲーム開発環境として開発されているため CG やセットや音楽といった素材を除いてゲームをスクラッチで制作することを可能にしている。シーンによる入れ子構造によって構成される。 独特のゲームデザイナーアーキテクチャを用いている。スクリプトからグラフィック素材に至るまであまねくゲームの構成部品が独立したファイルシステムに統合される。この管理システムはバージョン管理システムと併用することも可能である。5度は複数のプラットフォームへの出力をサポートしており、開発者は携帯電話、ウェブ、PC、ゲーム機など多くのプラットフォームに対応できる。 テクスチャー種や解像度をプラットフォームごとに設定することも可能である。現在サポートされているプラットフォームは Windows、MacOS、Linux、FreeBoost、Android、iOS、BlackBerry 10, HTML5、PlayStation3 HTML、PlayStationBeta、PlayStation Nintendo3DS のほか、サポート途中のプラットフォームに Windows ルンチ名がある。ゲームの作成は C や G、 または Python に近い独自の動的片付けスクリプト言語である g ザクリプ e c r p t によってなされる。g ザクリプ e c r p t はその元となった Python よりも変数の厳格な記法が可能でシーンを礎となすごどのアーキテクチャに最適化されたものになっている。エンジン開発者は当初外部のプログラミング言語を検討していたが結局高度な最適化とエディタへの統合がなされた。 カスタム言語を採用することになったと述べている。5度には、オートインデントや、シンタックスハイライト、コード自動保管などの機能を有する、スクリプトエディタが統合されている。またブレークポイント及び、プログラムステッピングを設定できるデバッグも有している。一方で、5度は、ビジュアルスタジオコードなどの外部エディタや、統合開発環境と連携して、開発を行うこともできる。 また、バージョン3からは、ビジュアルスクリプトが利用可能になり、アンディアルエンジンのブループリントや、ブレンダーゲームエンジンのロジックエディターのような、視覚的なプログラミングが可能である。5度は、すべてのプラットフォームで、オパングル ES3.0 を用いた描画を行う。エンジンは、透明度、光線マッピング、スペキュラ、シャドウマップを用いた動的な影や、複差、ブルーム効果、 被写界深度、HDR、ガンマ補正やフォグ等のフルスクリーンポストプロセッシング効果を実装している。5度は GLSL に似たシンプルなシェーダー言語を備えている。シェーダーはマテリアルやポストプロセッシングはもちろん 2DCG レンダリングに対しても用いることができる。ビジュアルエディターを用いたノードベースでのシェーダー編集も可能である。5度は独立した 2D グラフィックスエンジンを備えており、3D のそれとは別に動かすことができる。2D エンジンの機能の一例として、ライティングやシェーディング、タイルセット、多重スクロール、2D ポリゴン、アニメーション、パーティクルに加えて、物理演算エンジンを備えている。これら 2D と 3D2 つのグラフィックスエンジンを、ビューポートノードを用いて、併用、統合させて用いることが可能であり、 エンジンの大きな特徴となっている。5度はアニメーション作成用の GUI を備えており、スケルタルアニメーション、ブレンディング、アニメーションツリー、モーフィング、リアルタイムカットシーンを編集できる。これによって定義した人気のアニメーションでゲームエンティティを動かせる。3D 物理ーエンジンにはブレットを採用している。他にも以下のような機能を備えている。 ゴドの開発がジュアン・リー・デューッツ・リニエッキとアリエル・プント・マンズアによって開始されたのは2007年のことである。リニエッキはプレゼンテーションにおいてゴドの名はエンジンに新しい機能を追加し完璧なものへと近づけたいという永遠の叶わぬ願いをサミュエル・ベケットの劇ゴドを待ちながらになぞらえて取られたということを述べている。2014年2月ゴドのソースコードが MIT ライセンスで GitHub に公開される。2014年12月15日、g o o はライトマッピングやナビメッシュによる経路探索のサポートを追加し、シェーダー機能を強化したバージョン1.0をリリースし、これが初の安定版となった。ついで2015年5月21日にリリースされたバージョン1.1はコードエディター上でのオートコンプリートの改善。 ビジュアルシェーダーエディター、OS のウィンドウ管理のための API、ダークテーマを追加し、ブレンダー用キャラだ、エクスポーターの改善がなされた。また、2D エンジンの書き直しとそれに伴い 2D、ナビゲーションポリゴンのサポートが追加される。新しい 2D エンジンは、シェーダーやマテリアル、独立したノードごとの Z オーダー、光源やポリゴンを用いた、シャドウ、放線マッピングのほか、ディスタンス、 フィールドフォントのサポートが改善された。2015年11月4日、ゴドはソフトウェアフリーダムカンサー・アビンシーのメンバープロジェクトとなる。2016年2月23日、ゴドは安定版としてバージョン2.0をリリースした。シーンのインスタンス化と継承、複数シーンの編集機能やデバッカー等が改善され、新しいファイルブラウザが追加された。 さらに2016年8月リリースのバージョン2.1では、アセットデータベースやプロファイル、プラグインに API の追加がなされた。2016年6月22日、5度は、モジラオープンソースサポートのミッションパートナーズアワードから、w e b サコット、w e b センリーと w e b g ル o g 2 0のサポートへの支援として2万ドルの支援を受けた。2018年1月29日、 5度はバージョン3.0をリリースした。3D レンダリングと VR の互換性が向上し、C がサポートされた。また独自の組み込み 3D 物理エンジンは、ブレッド物理エンジンに置き換えられた。オカムスタジオのゲームの多くが5度を用いて作られている。コミュニティ性のオープンソースのゲームに用いられることもある。ありがとうございます。